さあ、クロスロードのイントロ、いきなり6連が出ます。このはっていうようなことから始まっていきます。しかも、コードも E7 シャープ9、 E7 のシャープ9ですね。はい、これで、フラメンコ奏法の頭から出ていきます。これも後でゆっくり弾きますが、これをいきなり弾きながら次にスラップ、今度は親指でっていうようなところをやってみます。では実際の演奏と同じぐらいのテンポで一回、僕がちょっと一回弾いてみます。本当にお前弾けてんのかっていうのをちょっと一回お見せしましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、テンポを頭で、ね、そんな早いのって思われる方がいますが、ゆっくりやりましょう。ゆっくりいきます。まず頭イントロです。テンポを自分で、僕はこうそのまま2、3、4と打弦します。1、2、3、4、そのままここに先ほど一回やりましたけど、これを入れてみますね。ゆっくり書いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。まだ早いですね。もっとこれぐらいのテンポだとワン、ツーぐらいですね。ワン、ツー、スリー、フォー。そこから次にここでハンマリング、ドからレにハンマリング、もう一回ハンマリングしてラからソに、これも弾いてます、親指のここで。はい、ワン、ツー、スリー、フォーでやった後に弾いてます。これはいろんなアレンジをしてみてください。こういうアレンジもあれば、こういうアレンジもあればっていう。 A に入っていきましょうか。普通のクロスロードと A7 なんですけど、僕はこのままここでプリングオフ、はい、5弦の A を基本にしながら5弦、4弦、3弦を使いながら、次にヨド D7 行った時には、普通は D7 で、本物はこういう形でしょうけど、僕は Dm7 にして、でもう一度 A7 に帰ります。最後にE もそのままもうトライアウト E で Dm7 で A に帰り、一度に帰って、でここでまたスラップですね。基本はここで6弦を叩きながら常にこのミュートの音を出します。
で次に5弦3フレットから5フレットにこっちの人差し指で弾きます。口で言うことが大切ですね。これをたうたう歌うたうたう歌うというふうに自分で口でたうたう歌うって呼べると弾けます。たうたう歌うたうたう歌う、もっとゆっくりたうたう歌うたうたう歌うたうたう歌う、ちゃんと歌ってましたね。失礼しました。クロスロードっていう曲自身が、A7 のブルース進行なもんですから、それに対してちょっと一回アドリブしてみましょう。一人でバッキングしながら次にアドリブ。ただバッキングする場合は今度指でないとできませんので、ソロも、ピックではなくて指で弾きます。その指使いに関しては、僕は親指と人差し指これで弾いてます。じゃあ、A7 の、いわゆるペンタトニック使いながら、一回やってみます。ちょっと一回聴いてみてください。ワン、ツー、スリー、フォA7th いわゆるのペンタトニック、これに例えばブルーノートを入れてもかっこいいですね。マイナーペンタというのもありだと思います。例えば5度セブンスに行った時にそのままトライアード、4度もそのまま D7 の3度をそのまま半音したからで最後一度に変える。頑張りましょう。